湯気美子は、天武天皇の、第九王子。関位は秋吉公二。少年は不詳だが、寺西貞広らによって、天武天皇二年誕生と推測されている。この推定は、大法律令の影くらいの性によって算出された、もので、それほど外れてはいないと思われる。自統天皇七年同母兄の長美子と同時に、清吉公二に助せられる。 自動天皇十年代上大臣、高市美子皇居後の講師選定会議において発言しようとするも、くの王に叱責されたことが知られる。同母兄である、長王子を推薦しようとしたのだと推測されている。文武天皇3年7月21日に、母や兄に先立って皇居。前述の青年推定に従えば、去年27、万葉集には8種の歌が収録されており、 これは、天武天皇の御子の中で咲いた、伊帆姉妹の寄王城をもって作った歌、ぬかた王との問道家などがある。また、それとは別に、柿の元の人丸ま集に、よげ御子に献上された歌が五種残されており、交流の跡が忍ばれる。他の歌人とも交流があり、歌を好んだ御子であったようである。なお、神田秀夫によって、万葉集の編者の一人に偽せられているが、 現在ではほとんど支持されていない。万葉集巻、第219から122番、万葉集巻、第3390番、梅原武氏著、後専の王では、高松塚古墳の被装者に否定されている。また、同書では、万葉集を根拠に、慶美子の皇太子妃であった、寄王女と密通し、それが原因で、児童天皇によって処断されたとの仮説を述べている。 後世の続書では、湯気道教との血縁との伝説もあるが、証拠はない。ありがとうございます。